大谷、ツインズ戦に5番 DH で先発出場。長打で、マルチ安打、第2打席で、タイムリー2塁打、第4打席は、センター越え5号ソロホームラン。エンゼルス・ツインズ。10日、日本時間11日。エンゼルスタジアム。エンゼルス、大谷翔平投手は、5番指名打者、DH で先発出場する。最近2試合は、インターリーグ交流戦で、DH 制のないナ・リーグのチームの本拠地での試合だったため、2試合連続で代打での出場だったが、この日から、ホームゲームで、ツインズとの4連戦となり、先発復帰する。この、代打大谷についても、メド、創始や監督は使えると発言。代打としては、3試合目の打席でメジャー代打初安打を放った。ロッキーズ戦の8回1失1塁、7点リードの場面で起用され、3番手のパウンダーズからセンター前ヒット。指名打者制度のないナ・リーグとの交流戦でも、活躍できるところを見せた。打球速度約172キロのクリーンヒットに、創始や監督は、代打での状況にも慣れてきている。こういう形で使えると分かってよかったと満足そうだった。今後に向けて、代打大谷のめどが立った。指名打者、DH 制のないナ・リーグの試合では、登板日で、投手として打席に立つ状況とならない限り、この先も代打起用となる。大谷の代打、日本では57度起用され、52打数15安打、打率2割8分8厘、4本塁打、13打点だった。今日の相手は、昨年14勝8敗を挙げ、メジャー通算では、20勝18敗の右腕ホセ・ベリオス、23、が相手となる。3勝3敗、防御率 3.98。エンゼルスの先発は、ギャレット・リチャーズ、4勝1敗、防御率 3.93。5番、DH、大谷翔平、打率3割4分4厘、4本塁打、14打点。1回、表、裏、両チーム、無得点。2回裏、大谷翔平、第1打席三振、ツインズ投手はウアンベリオス。2回、先頭打者、カウント1-2から、4球目151キロ、外角高め直球、空振り三振。その後、6番シモンズがセンター前ヒット、7番キンズラーが、2号ツーランホームランで2点先行。2回終了、エンゼルス 2-0 ツインズ。ヒット数、エンゼルス2本、ツインズ1本。3回裏、1、2番、コザート、トラウトが凡打で2アウト後、3番アップトンの9号ソロホームランで1点。4番プホルス、5番大谷の連続2塁打で、さらに1点追加。大谷第2打席タイムリー2塁打、ツインズ投手はウアンベリオス。3回西セカンド、カウント1-1から3球目の137キロ、チェンジアップを捉え、右中間へのタイムリー2塁打。セカンドまで激走、8秒00で滑り込んでセーフ。4-0とリードを広げた。3回終了、エンゼルス4-0ツインズ。ヒット数、エンゼルス5本、ツインズ1本。6回、表、一死に三塁で、2番ドジャーにホームラン、3番ケプラーに、ホームランと2本のホームランで同点に。6回裏、大谷翔平、先頭打者で、レフトフライ、その後、6番シモンズ、7番キンズラーの連続ヒットと冒頭で一死に三塁。8番カルフーンの犠打と9番マルドナドのタイムリー2塁打で2点追加。大谷第3打席レフトフライ、ツインズ投手はウアンベリオス。6回先頭打者、カウント1-1から、外角高め150キロ直球を打ってレフトフライ。いい角度で上がったが、フェンス5メートル前でキャッチされた。
6回終了、エンゼルス 6-4 ツインズ。ヒット数、エンゼルス9本、ツインズ6本。7回裏、西、走者なしから、5番大谷、5号ソロホームランで1点追加。大谷第4打席センター越えソロ、ツインズ投手はサイドウアンヒルデンバーガー。7回西走者なし、初球147キロのシンカーを捉え、センター越え5号ソロ。7回終了、エンゼルス 7-4 ツインズ。ヒット数、エンゼルス11本、ツインズ7本。9回、試合終了、エンゼルス 7-4 ツインズ。ヒット数、エンゼルス12本、ツインズ8本。エンゼルス快勝。大谷翔平、4打数2安打、2塁打。5号ソロホームラン、2打点、打率、3割5分4厘。明日も、ツインズ第2戦、活躍をお願いします。ショータイムいかがでしたか？チャンネル登録お願いいたします。どんどん新しいものを紹介していきますので、ぜひまたいらしてくださいね。それではまた。